ザ・ドリーム・チャプター・スターは、韓国の5人組男性アイドルグループトゥモロー、X トゥギャザーの韓国でのデビューミニアルバム、2019年3月4日にビッグ、ヒットエンターテイメント、ドリームス・リパブリックレコードからリリースされた。今回のリリースより発表されたグループロゴ本作では、少年たちが成長する過程で出会う経験についての物語が展開される。 タイトルにある、スターは、幼少期に、夜空の星を見ながら、明日への期待を膨らませ、現在でも星を追うということは、幼少期の夢を記憶しているというストーリーから、付けられた。グループの結成が正式に発表された翌日1月11日より、10日間に、渡り個人イントロダクションフィルムが、YouTube で順次公開され、累積再生回数は4000万回を突破した。 2月22日、本アルバムの収録曲が発表された。発売日である3月4日には、ネットデビューセレブレーションショーが開催され、収録曲である、クラウン、ブルーオレンジエイド、ナップオブザスターが披露された。4月7日には、収録曲である、ブルーオレンジエイドのリリックビデオが公開され、同月25日には、キャットドッグ。 6月5日には、ラップオブザスターのミュージックビデオが公開された。5月31日、アワーサマーがデジタルシングルで全世界一斉配信された。3月18日付オリコン週間アルバムランキング3位を獲得し、3月25日付同ランキングで9位となり、2週連続でトップ10入りした。3月25日付オリコン週間輸入版。 アルバムランキングでも1位を獲得し、2週連続での1位獲得した。2019年にデビューした韓国の新人アーティストの中で最高記録を立てている。日本では24,796枚、韓国では203,795枚、アメリカでは4,000枚を記録した。ありがとうございます。